ということで今回もですねやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですねスマホ版ニャンコライセンスをほんわかの方でやっていくわけなんですけども、今回ですねやっていく内容に関してはですね、以前にですねプラチナガチャの方を回す動画の方ね上げたかなと思うんですけども、その時にですね出たキャラクターの方を今回進化させていこうかなと思います。ということでちょっと早速ですねキャラクター画面の方に行きます。はい、ということで今回はですねこちら時空基地アルマゲドンということで、プラチナガチャの方でですね、まあ、無事当てたキャラクターの方をですね今回進化させていこうかなと思います。していきまーす。これで最後です。はい、さあということで、もうこれでさ動画終わらせたらもう3分以内終わるよ。カップラーメンできるまで終わるからね。あー待って、こいつは待って、あガリレオだ。で、このキャラクターに関してはですね、属性を持つ敵にしか攻撃できないけれども、まあ、超破壊力を備えるっていうキャラクターでございます。で、第3形態になるとこんな感じになるんですよね。超時空基地アルマゲドンということで、第3形態の進化で攻撃力が上昇、さらに、前方位攻撃を取得ということで、まあ、とりあえず今回、今からこちらのキャラクターの方を第3形態の方にさせていこうかなと思います。でね、進化素材に関してはこんな感じですね。まあ、そこまで使わないかな。うん、まあ、全然普通なのでね、もう進化させちゃいます。じゃあ早速ですね、もう進化させていきましょう。いきます。はーい。ということで、まあ意外とねこいつだけだと結構ねちっちゃめなんですけども、はい、ということで、ね、待って変化あった、これ。なんか帽子の色がちょっと変わったぐらいかな。なんか若干なんだろう、なんか、うん、青っぽくなったよね。まあいいや、超時空基地アルマゲドンということで、なんかこう見るとね、なんか進化したのかよくわからないよね。まあはい、ということでこんな感じでございます。でとりあえず今回もですね、適当なステージでね、まあいくつかのステージで軽く使っていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあとりあえず早速ですね、移動しましょう。はーい、ということで、早速ですね、進化させました、アルマゲドンの方をね、使っていこうかなと思います。ということで、とりあえずですね、最初ね、チャレンジステージの方でね、使おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、属性持つ敵の方が全然ね、そういえば現れないなということなので、まあ、急遽ですね、両表島に飛んで、ちょっと使っていくということで、よろしくお願いします。で、コストの方が6000なので、ちょっと少々お待ちください。ちょっと微妙に高めなので、じゃあ行きますか。行きまーす。はい。ということでどうだろう、ゴマ様いるんで攻撃するよね。まあとりあえず様子見ながらやっていきましょうか。さあということで、ちょっととりあえず画面の方はこんな感じでね、縮小させて、さあ攻撃するか。あー来た、おおすごいねこれね、でけえわマジで。これは素晴らしいね。いやこれはちょっとベビーラッシュね、近々やりたいわこれ。これで攻撃しまくったらもう大変だよね。いやでもこれすごいね、やりたかったことだったんで、いやこれは本当にちょっと嬉しいでございます。いやこれはいい、これはすごい、いやいい感じいい感じ。なるほどですね。まあ、とりあえずレベルの方が30なんで、まあ、50にさせてもよかったんですけど、またおいおいかな。うん、ちょっと50にさせてしまうとね、ちょっと攻撃がまた、えげつなくなってしまうのでね、まあ、とりあえず30で、とどめとこうという感じでございますけれども。さあ、ということで、じゃあ、とりあえずブンブン出るまで待つかね。うん。あとはそうですね、これが終わったらまたなんか違うステージでまた軽くちょっと使ってみるかね、せっかくなんでね。さあ、ということで、そろそろ、あ、BGM 変わったけど、ちょっとそろそろ相手からが、ニャンコ4、うちの、これで出てくるかな。さあ、出てこい !OK! ということで、こんな感じでどうだろう。さあ、ぶち込んでくださいぶち込んでくださいいけ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 。さあ、ということで、おー、いいね。これは、いやー、いいね。まあ、ちょっと詳しい数値に関しては後でちょっと見とこうかなと思うんですけど、でも結構攻撃、あ、こんなあれだったんだっけ。いや、割とすごい攻撃するもんだね。で、その攻撃するときにね、自分もこのなんか跳ねるっていうかね、この反動で、そう、飛ぶ感じがなかなかすごい可愛いところなんですけど、めちゃめちゃ攻撃するね、これ。これやばいね。これベビーラッシュでやったら大変なことになりそうな気がするんだけど。これはすごい。うわ、めちゃめちゃすごいね。うわー、すごい。アルマゲドンラッシュだぞ、これ。あ、終わった。はい。ということで、まあ、ブンブンの方はこんな感じで終わりでございますね。またとりあえず、違うステージで軽く使ってみるかね。ゾンビキラー確かついてたよね。なのでちょっとゾンビ戦で使ってみるかね、せっかくなんでね。まあいいや、じゃあとりあえず、移動しまーす。
はい、ということでお次はですね、とりあえず適当なレジェンドステージの方でちょっとね使っていこうかなと思います。ということでこれはまあ4500なのでね、まあ、比較的にね出しやすいのかなって感じがするんですけれども、まあいいや、とりあえずか狭いなこれ。これちょっと待って、ちょっとこんな狭いのか。まあいいや、とりあえず、ね、4500たまた段階で出しましょうかね。よし、いきます。はい、ということでまあ狭いから逆にいい感じじゃない。ほら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 、おー、いいね、これ。うわー、素敵だわ、これ。ほら、素敵。この攻撃はね、いいわ、これ。いやー、これはほんと痺れる攻撃してくるよね。はい、で、さっきノックバックした、さっき。あー、まあいいや。ということで、まあこれで多分大丈夫じゃないかな。まあこの攻撃が見られればもう本当にお腹いっぱいなんでね。いやー、もう本当に素晴らしいよ、これ。さあ、いい感じ、いい感じ。さあ、ゾンビを蹴散らしてください。いいねー。まあ、とりあえず、まあ、ゾンビ戦の方でもですね、今後ちょっといろんなステージの方でね、ちょっと活躍させてみようかなと思います。いやー、これは本当にいいね。わ、めちゃめちゃいいわ。いやー、これは素晴らしすぎる。あ、素晴らしすぎる。おー、攻撃してるこれ。あ、してるね。まあ、あとはそうだね。一番最適なステージ何だったんだろうね。あー、まあいいや、そんな感じでとりあえずね、まあ軽く、まあこのステージはさすがにね、まあサクッとクリアできないと、困るところですけども。はい、まあそんな感じでございますね。まあとりあえず、まあベビーラッシュ編もちょっと近々ね、ちょっとやってみようかなと思うんでね、よろしくお願いします。さっきノックバックしたね、軽くね。うん。これ攻撃してるときにちょっとノックバックすると割とちょっとなえるやつだね。まあしょうがないんですけどもね。はい、ということでこんな感じでございました。はい、ということで今回はですね、こちら観測兵器ガリレオですね、第3形態の方にさせて、超時空基地アルマゲドンの方にさせて軽くですね、ステージの方で使ってみました。まあ本当にですね、もう本当この攻撃モーションが本当にね、もう最高すぎてですね、これは本当にまた今後ですね、ちょっとリピートしていこうかなと思います。どうしようかな、これせっかくなんでちょっとこのテキストの方ですね、読んでみますかね。全宇宙の選抜オペレーターのみ要するかな、銀河破壊兵器、属性を持つ敵にしか攻撃できないが、超破壊力を備えるということでございます。ということで、まあ、だいぶ変わるんだよね。こからね、なんでこうなったのかって感じがしますけれどもね。まあでも本当にね、このキャラクターの方はもう本当にね、個性抜群で結構好きなキャラクターなので、まあとりあえず今後もね、使っていこうかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ってことで、またね。